鳥のタジャリンサルタードチーファとは中華料理を元にしたペルー料理の一種である。チーファは輸入品のためコストが高くなる中華食材の代わりに国内で入手可能な食材を用いて構成されている。中国系移民は主に19世紀末から20世紀前半にかけて広州市をはじめとする関東省南部からペルーへと渡ってきた。彼らは シュトリマのほとんどの地域に居住している。チーファという単語は中国系のペルー料理を提供する店を指す用語としても使用される。中国料理はペルーで提供される様々な料理の一部分として溶け込んでいる。ペルー政府はチーファをペルー料理の中核的な料理の一つとして販売を促進している。ペルーのチクラーヨにあるチーファの店。 ジャッキーチャンチーファという単語は中国語で食事と飲み物を意味する主犯に由来しているとされる。しかし、主犯の語源は極めて曖昧なものであり、現在も論争が起きている。他に語源として挙げられている説には、チーファンから添加したという説、チャーハンの中国語であるチャオファンがペルーの候補表現化したチャウファーに由来しているという説などがある。 ペルー国内の中国人コミュニティ内部で使用された主な言語は関東語であるという事実にもかかわらず、チーファという単語が生み出される際には、北京語のチーという音が使用された。この出来事は19世紀終わりから20世紀初頭においては、まだ公用語のチーを獲得していなかった緩和の海の向こうの関東人コミュニティにおける威信という側面を見ることができる。 醤油はペルーではシージャオと呼ばれる。チーファに欠かせない調味料の一つである。中国系ペルー人は経済的に厳しい状態から脱すると本場の味を再現するため、彼らの祖国である中国から限られた食材を輸入し始めた。加えて、彼らは様々な中国野菜の種を中国本土から輸入し、ペルーで栽培を始めた。しかし、 材料不足のため、中国系移民は、本場の中国料理と全く同じ料理を作り出す、ことはできなかった。1920年代、ペルー発の中国料理店が、チーハという名前で、リマに開店した。リマの富裕層は甘辛いタレや、チャウファ、中華風スープや、その他の伝統料理に非常に興味を抱いた。これ以降、 リマの富裕層でチーファーに通う者が多くなり、国内の地域によっては、クリオー料理の店よりもチーファーのレストランが多く、建設されるようになった。加えて、ペリューの料理人は、中国の伝統的な食材、具体的には、生姜や醤油、わけぎといった食材を用いた料理を作り始めるようになり、リマの家庭料理にも取り込まれて様々な料理が作られるようになった。 ペリューのシュトリマにあるチーファのレストランの発展には様々な見方がある。代表例としては以下のようなものがある。中央市場付近にあるチャイナタウンはなぜカポンと呼ばれているかなぜならウカヤリ通りでは豚、牛、羊、ヤギといった家畜が食材として飼育されているからだ。カポン通り付近には年季暴行から解放された フランス系住民が多く居住するお大佐という名の地区があり、そこで彼らは料理や商売など彼らが得意としていたことを自由に行うことができた。カッポンはペルー国内の中国料理の発祥地となり、チーハーが初めて建てられた土地でもあった。まもなく、リマ市民はトンキンセンやトーンポ、メイユットなどの店に足を運ぶようになり、サンジョイラオのような 生演奏に合わせて踊ることができる店も現れた。その後年月を経て、中国料理の店がチーファという名前で呼ばれていたことを誰も知らなくなった。この単語は直訳すると、ご飯はもう食べましたかを意味するニーチーファという挨拶に由来していた。その後チャーハンが提供されるようになり、これがチャウファと呼ばれたことで、すべてのチーファの食事は、 チーファと呼ばれるようになった。レオン R2007PP134 から136カラー上に述べた通り、チーファの歴史はリマのチャイナタウンの発展に深く根ざしたものである。もともとは不衛生な環境で準備された美味しくない料理であったが、次第に文化、芸術、商業、そして特に美食家の関心を引きつける料理となっていった。チャイナタウンは リマ旧市街バリオスアルトスのカポン通り付近に位置しているペルーのチーファは中国料理と非常によく似ているペルーの中華料理チーファはすべての社会階層のペルー人に好まれており十分な予算があり食事に洗練された雰囲気を求める総向けのチーファがある一方でチーファスでバリオはそれよりも下の社会階層に向けた料理を提供し 高級なチーファーと同様な雰囲気は持たず、彼らの提供する料理に慣れた消費者のみに向けた料理となっている。リマには6000軒以上のチーファーのレストランがある。カンドゥワンタンソーパーワンタンポージョチハウカイキヌアチャウファ。少なくとも1970年代以降、中国人の移民が隣国のエクアドルでチーファーの店を開いている。また、チーファー店はボリビアでも見ることができる。 ありがとうございます。